それでは次にですね、教育委員会の関係で、教育長さんにお尋ねをしたいと思います、2点ほど。実務レベルで、現行の事務局体制がですね、1年間やってきたものを見て、27年4月以前の二部制とですね、今回、機構改革で、なった現在の形、これが以前より充実したなと、そんなようなあれをお持ちでしょうか。それが1点目。もう一つはですね、具体的な業務の、に関して私は心配だというふうに先ほど冒頭申し上げましたが、障害学習スポーツ科、この守備範囲がちょっといくらなんでも広くなりすぎたんじゃないかなって私は率直に感じております。新体育館、建設という大テーマ、これを抱えつつですね、通常の体育施設だとか、そういった管理もこれは当たり前にやらなきゃいけないわけでありますし、一方、同じ課の中で公民館、社会教育施設、文化施設、こういったものを非常にこの課は多くたくさん抱えております。それぞれに課題が非常に大きな部分でありまして、ファシリティマネージメントの観点からしましても、これは大きな部分であります。そういったものをすべて一緒くたの課にしてしまって、課長奮闘を今されているというふうに見ておりますが、こういった状況を見ましてですね、これ一言で言うと大丈夫かなということでありますが、これに関して陣頭指揮に当たられている教育長さん、どのようなご所見かお伺いしたいと思います。教育長。今2点質問をいただきましたが、実務レベルで充実をしたかどうかということであります。私は4月の教育委員会スタートにあたっての、教育長訓示というのが例年あるんですけども、その中で今回は、子ども教育部と障害学習部を新たに子ども教育部としてスタートしたわけなんですけれども、その編成の基本的な考え方、これは先ほどの、田中企画政策部長の答弁と重なるわけですけれども、子ども子育て教育を社会全体で支えて子育て世代に選ばれる地域の創造を障害学習も合わせて横断的に推進する、そういう趣旨を生かして、事務局すべての部と課の連携を一層進めて、子どもからシニア世代まですべての世代が相互に関わりを持ちながら切れ目なく成長を続けることのできる障子理士を目指したい、そういう話をいたしました。その中で具体的に、例えばスポーツであるならば、生まれてからの子どもたちがじゃあ保育園でどんな運動をしてくるのか、それを学校でどうするのか、部活でどうするのか、それを社会体育にどうつなげていくのか、その指導を誰がどういうふうに補っていくのか、そういったことをこう連携をして進めることができる最大のチャンスだと、そういうことで、例えばスポーツであれば今のようなことですし、子育てについても子ども課と、それから、教育総務の関係と、それから、支援センターの関係、さらに、充実した連携を深めることができてきておりますので、充実しつつあると。ように捉えていただければと、そのように私は考えております。それから2つ目の、障害学習スポーツ科の守備範囲が広くなりすぎたのではないかということでありますけれども、確かに、重点大事な、施策がたくさんあります。その中で、新体制の中で、例えば新体育館についてはこれは、全庁的なプロジェクトチームを作っていかなければできないことでありますので、そうしたプロジェクトチームにも、関わってくることであると思いますし、それから、特にその社会教育に関するたくさんの、中身がありますけれども、その中では担当の、例えば文化財であるならば担当の係長を置いて文化財行政が交代しないように、個別のミッションの中でも言われている、有形無形の文化財の保護活用、こうしたこともこれからも重要施策として進めていかなければならないわけでありますし、先ほど言われた社会体育その他守備範囲、
広くあるわけですけれども、それを、滞りなく進めてまいりたいと、そのように思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。三番議員。ありがとうございました。そのようなことだろうという想定はしていて、結果大丈夫だよということかと思いますが、もう一つ今言葉の中にやりました文化財係、これに関しても非常に私は危惧をしております。文化財係がなくなったというのは名前だけがなくなったっていうことではないんではないかな。担当の課長がおりました。退職をしてですね、その後人員としては不補充になってないというふうに私は理解をしておりますし、そもそも文化財に関しては塩尻、私後のシティプロモーションのところでもこれは関連すると思いますが、塩尻の宝の一つではないかなというふうに思います。他の市町村に比べても、国 の, 重要有形文化財が6件、町並み文化財といわれる充電券が平井殿が今度できますと3件ということで、全国でもですね、これは京都市の4件に続いて、あと萩市の3件、こういったものと肩が並べる全国でも本当に例のないそういった宝を持っているわけです。こういったものをですね、日々充電券修理集計事業、こういったものを形にしていかなきゃいけない、そこは今度は平井殿が加わる、こういったことが見えているさなかに係のもなくしてですね、すべて芸術文化係なんかも一緒に社会教育っていう名前にくぐってしまうと、これはやっぱりシティプロモーションの観点、そうに言われているにもかかわらず、本当でしたらわざわざ顔をくぐり出すくらいの意気込み、これを見せていただきたいっていうふうに私は思うんですが、そう逆に言ってるというふうに私は理解しますが、教授さんそちらはいかがでしょう。教育長。ご実装の中で、第3部の都市像の実現へ向けた行政経営の考え方と、その中の、行政の、業務力領域においてですけれども、市民の精神的な拠り所や、地域に対する誇りを持ち、誰もが豊かさを実感できる機会を提供するという、そういう個別のミッションを立てております。でその中で先ほど申し上げましたけれども、有形無形の文化財の保護活用、これを、個別のミッションとして重要施策として謳っております。今の、現有の、文化財担当係長を中心に、社会教育係全体の連携の中で、事業を実施推進できる、そのような体制を取りながら遅滞なく業務を進めてまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。三番議員。はい、一言で言うと大丈夫だと、落ちて機能が落ちていないというふうに言われているというふうに取りましたが、それでよろしいですか。教育長。はい、そのつもりでおります。三番議員。三番議員。はい、この問題はですね、こうやって今の話を総合的にこう考えますと、2部を一部にしたこの形について、これから戻せということには私はならない、いや ならないと思います。机を移動したりですね、また新しい職員を貼り付けたりってことを今この時点で やるべきではもちろんないし、そのことをやれということを私は今申し上げているというつもりではありませんが、そうは言ってもですね、1年を経過して、見直すという作業の中では、私はまだ納得はしているわけではなくて、もう一つについては、この提案も含めて、市長さんにもちょっとお聞きをしたいんですが、子ども教育部っていう部の名前が、障害学習やスポーツ振興、これまでを包含をすると。かつ先ほど言われてますすべての年代層に切れ目なくっていう、こんな概念をですね、すべてこの子ども教育部って名前が包括をするというふうには私は思いません。これは国語的に見ますと、やっぱり意味が通じない部分があると、無理があるんではないかって私は思います。市長さんにお聞きしたいですが、そもそも子どもっていう言葉をですね、文明につける、これは施策として非常に
意味があるわけでありまして、教育委員会をこの前にやった機構改革の時にやはり障害学習と子ども対策、これを分けて、 あるいは保育園なんかと小学校を一元化するっていう作業をして今のような形になっているというふうに理解をしておりますが、その時にはやっぱり子どもっていう名前を付けるっていうことについては非常に意味がある。でそれを引き続きやってきてですね、その、ことがこうやって根付いて、なおかつここで部を今度合併をするっていった時に、今度はこの子どもっていう言葉がどうに扱われるかって、これは考えた方がいいんではないかなって思います。それはこだわり、むしろですね、障害学習っていう言葉が子ども教育部っていうよりか大きなカテゴリーを持ってる言葉じゃないかなって思うんで、むしろ障害学習を残せば私はこんなことを言わなかったような気がしますが、名前はともかくですね、教育部だとか教育文化部だとかちょっと遅くて面白くないっていうことはあろうかと思いますが、むしろ今の形に一番フィットするっていうのはそういったむしろ名前なんかではないかと、これはそういった検討の余地っていうのはこれからもうないということで、これは市長さんに一点お伺いをしたいと思います。市長、そもそも組織論で完璧なものはありません。名前もしかりでございます。とかく古い行政職は説明帳がちの名前を付けがちでございます。子ども教育障害学習部と、これは市民感覚でいうとですね、こんな長い名前覚えられない。だから今の日本のいい悪い含めて政府を鑑みるときにですね、これは子ども教育でいくべきだということは私は信念を曲げるつもりは全くございません。ただ司法人士の特性といたしまして、エンパークをですねコアとした、人材づくりの場所と位置づけておりますので、現実的にはエンパークが障害学習を担っているんですね。あるいはそういう方向に今後もシフトしていきたいと思います。まあ、これも是非論がありますが、まあ、果実は全国から図書館の師匠、前向きな師匠ですね、だけをやりすぐった図書館の研究会が伊藤図書館長のもとでございましたが、その際にも通常図書館長ってやつはどっちかというと可もなく不可もないもう2、3年の職員が回ってくる職場だったとかって、それを大きく変えて人材育成の場所としてのエンパーク、障害学習の起点としたことは極めて地方都市においては稀有なる例で、日本のチャンピオンサンプルであるとまで多くの皆様から評価していただいたわけでございます。ただ今言いましたように、じゃあエンパークという言葉の中にですね、障害学習が全部含まれていると思う方もいる反面、いない方もですね、私のところにも声が届いております。まあ全部を包含すると、今言いましたように10文字もあるような部の名前になっちゃうんで、これはやっぱり今流ではないことは確かでありますから、その中で組織の機能、名前ともですね固定したものではないことは言わずもがなでありますから、またより分かりやすくかつ名はタイムを表す形のですね名前があれば固定いただきながら研究していくことではないかと思います。ただ子ども教育というのを日本で、まあ、おそらく1万か2万であろうかと部として命名した私といたしましては、これは譲れない一線もあるということだけは正直に申し上げた次第でございます。子供が幸せである世界は大人も幸せであると、これは揺るぎなき私の信念でございますので、これで終わります。3番議員